今日のヘアメイクのインスピレーションはやっぱり新しくなったジャドールのそのゴールドを強調したようなシャドウを使ったりとか、全体的にこうメルティングゴールドなヘアメイクになってます。はい、今回使ったのはディオールショーサンククルールの543番を使ったんですけれども、とても素敵なアイシャドウパレットになっています。これからジャドール展覧会に行ってきたいと思います。行ってきます。私も今年30歳になるんですけど、なんか自分の中で安心できる存在があるからこそ、なんかこう新しい挑戦をしたくなるというか、新しい何かこう自分の周りの環境だったりとか、なんかそういうのも変えていきたいじゃないですけど、なんか変えていってもっともっとこう新しい自分に出会いたいなって思っている途中なので、なんか本当に今のタイミングはすごくこう新しい個性をつけたいなという気分になってますね。ジャドール展覧会を見終わりました。本当にメルティングゴールドっていうのを表現した香水ということで、展覧会の中ももう全てゴールドで埋め尽くされていて、心に残ってるのはジャドールのすごく大きなモニュメントが真ん中にあって、こうゴールドの壁を水が伝っているゴールドを浴びてるような感覚になる展示があったんですけど、なんかその部屋がすごく印象的だったのと、あとはアート作品でこう CG を使ってそのジャドールのこうパフュームだったりとかっていうのを表現しているお部屋があって、そこもすごくすごく印象的でした。もう本当に素敵な展示ばっかりで楽しかったです。